明けましておめでとうございます。こんばんは。面白そう見てました。ふくちゃんのところから来ました。ふくちゃんもう終わった？ジャンプしましたよ。こんばんは。面白そう見てた。私も面白そう見てきた。にゃジャスト水戸さん来るとした、ありがとうございます。何時ぐらい？中吉！中吉！結構ジャンプしてる方多い。でも配信しとくけん多分 2,3 組見れなかった。まあじゃあもんでやっとる？あ！2024年初サインお礼じゃん。やばい！やばい！やばい！2024年の1月1日ありがとうございます。今日め辰年よろしく。くちゃんが配信してるね。0時40分ぐらいもさ配信しとるメンバー見てさ、めっちゃみんなしとるやんって思ったけどさ、いやさすがにこの時間になったらあんまりいらっしゃらなかった。でもね私ももうすぐ寝るよ。明日配信じゃないや、公園があるのでね。今年の大吉、大吉、大吉くん大吉だ、嬉しい。未中吉、未中吉、そうそう、今日は朝までできるの。そうなんですよね、元旦ライブが。ガーガロオーマイガール、あでも今日ってそこで悪いものを全部使って終わるっていうから大丈夫、大丈夫ですよ。ここで全部出し切った。おー大吉、すごいじゃん。今日あったんやってみんなが。他のルームでも見てないってこと？にゃセディアさん来るとした、ありがとうございます。ありがとう。立つポーズ。こんばんは。あ、大吉。おめ。おめでとうございます。結構皆さん起きてらっしゃいますね。あ、セカンドち
ンス、セカンドチャンス、あ、中吉上がったね。よかったね。中吉、ミチュルームだから中吉多めかも。コーヒー飲みながら待ってた、やばい。絶対に寝る前というカフェインの。やば、え、やば、2024年じゃって。こんばんは、ありがとう。ありがとうございます。さすがに寝なきゃと思って。見たい番組はいっぱいありますよね。サイン入れちゃう。来年はもうそれ見れない。ああね、サイン考えてたんですよこの前。昔からおじいさん来るとしたわ、ありがとうございます。うん、ありがとう。あ、ただいま、あ、ありがとうございます。サインも変わるんか、結構みんな変えますね。いや、私はさ、結構変えたい時期がこのグループにおるうちから結構あったんですよ。でもなんかライブハウスにサインさせていただいたりとか、そう、皆さんにもサインを渡させてもらってたので買えなかったんですよ。そう、なんかね、変えてさ 2,3 年経ったらさ、もう昔のサインを覚えとる人今のサイン半々とかになったりしてさ、え、うちのサインどこみたいな、 新しく見に来てくださった方とかさ、なるかなと思って。まあでも逆にあれか、昔のサイン聖地みたいになるのかな、分かんないけど。でもそれで買えなかったんですけど、買えなかったっていうか買えないんですけど、うさぎちゃんとかさ、ハートとかがあるから、ちょっと今の私には甘いかなと思って。こんな時間に配信できるのいいよね。昔からおじいさん、ありがとうございます。ありがとう、やっほー。年女いい一年になりますよね。ありがとうございます、嬉しい。テンションいつも通りなのがすごい。あ、夜配信とですか。そんなこと言われたらこうなる。この時間帯が絶好調なんやね、みちゃん本来。いや、
今年の目標は早く寝るです。おいコラムさん、年女やねん。あれはね、宮島のですよ。あんちゃん茶色い、気になる。エステ洋館の時、そう、あ、なっかん大福さんくれたした、ありがとうございます。ありがとう。密かな野望は早寝早起き。そうです。ありがとうございます。あ、ブルー台湾さんもくれたした。ありがとうございます。私って顔近い配信と。今日出た。今日出たよ。やめ。密かな日にファンクラブ2年会。どうして、はい、ありがとうございます。ん、2024って書くたびになんかテンションが上がる。ありがとうございます。ありがとう。そしてブルー台湾さん、え、令和何年ってこと？6？ え、怖い。もう6年も経ったんですか？台湾さん、ありがとうございます。ありがとう。ちょっと暑いかな。すごい、 Thank you。 ちょっと緊張を下げてくるね。今は物に引っかかったわけじゃなくて。
カーペットが浮いてて引っかかりました。いい声やね。ありがとう。顔が可愛いです。ありがとうございます。めっちゃええ声や。ありがとう。後ろに物取りに行くの結構しゅるだね。そうなんですよ。あけおめ。あけおめ。2024年もめっちゃ可愛い。甘い。ありがとう。私で道に帰ってね。すごい、ありがとうございます。うちの卒業コンサートも見に行く予定です。開けといてください。331。簡単から可愛いか。私はイケボで行くんですか。今日だけね。この夜だけ。その声聞いてツアー楽しみだ。ソロツアー。ラストのわあいいな。あ今日出た。新春グッズ。あれ4日ぐらいまでだったっけ。2024年もよろしくね。大好きで。私もだよ。キュッえ今年よるう年なんじゃ。ソロツアーまだ当選してないのに遠征の切符確保ありがとう。やはりこの時間のテンションいいね。変わらないけど。中吉。今日は今日だけらしい。あ、そうなの？このグッズは今日までなの？オリンピックがあるからルーシー。ああ。親戚に2月29日生まれの人いるから予約としてる。もし私が2月29日に生まれとったらさ、6歳ってことか。今年でお目目つむりそうだから太ももつなりだした。しゃ安眠効果のあると言われている私の声で皆さんを眠りにつかせたいと思います。今日今からさ見る夢が初夢ですっけ。1月1日から1月2日か。私のカレンダーも1月から12月まで全部未知にしました。すごっ。あれとかウェディング、2000年生まれだから同級生にいる可能性ある。確かに何の間すでに寝落ちそう。なんかさ子守歌みたいな歌ないかな。自分の年齢よりみちが27がびっくり。なんで。夏はみちの水着カレンダー。去年の夏にみちに出会ってからして本格的にハマれたから感謝。ありがとうございます。こちらも感謝。
48これ2024年に初めて歌う曲じゃ。オーバーチャーって書いてあったから、オーバーチャー歌おうとしたら STU のオーバーチャーのあれがなかった、あれが歌詞が、やばい眠たくなってきた。1階から自分の声が聞こえてきた。エビバディ Is there a little high hope for you? Are you ready?
めらんないわ。決めらんないけど、このまま行ったら。なあ、与太郎さん、タワーありがとうございます。タツトシ、クルトシタワー、チュキチモ、テンキュこれ投げると眠気少しは覚めるかな。だってまだ寝かせない気でいるやんけ。だからマストライト、あー去年それにすればよかったな。太郎さん、タワーありがとうございます。ありがとう。どうしようどうしようどうしよう、何時に終わろう。たくさんコメントで質問をいただくんですけど、いろんな詳細についてはまだ言えなかったりするので、ちょっとお待ちください。今224よ。まあやったな、終わるなら。そう、私はメイクも落とさないといけないし、大変なんですよ。風呂も入らないと。ダメダメダメ、明日声が出なくなっちゃう。歌、私は2時までに寝ないと声が出ないって思い込んでるからもうやばいのに、それで3時になったらやばいやばいしか言ってない。でも出るっちゃ出るから大丈夫大丈夫ですよ。頑張る頑張る。落ちはう。
私の歌始めは公園からにしよう。今年はね、だから深夜ラジオみたいな感じで気づいたらいつの間にか寝ちゃってるみたいな、いい声好きみたいな配信を目指して、こんばんは。明日も楽しみに撮っておきます。もう今日だけどね、今日しか言えないこれ、今しか言えないよこれ。なんなんそのテンション。はい。寝るか。今年一笑った。でもすごい、2時間27分の中で一番はすごいよ。始まっても寝れんよ。いやいや、すぐ寝れます、すぐ秒で。もう声が出なくなってきてる。これは早く寝ないと。うちの喋りが面白すぎるから。そやん、爆笑しながらコメント打った。急に整理上がったね。うん、なんか結構皆さんまだ起きてらっしゃるんですね。こんばんは。うちを見るために。え、そんなんじゃ私がねんとねんじゃん、みんな。配信終わると同時に寝る人多いと思える。やばいやばい、私が起こしとるやんけ。やばいやばいやばい、私のどうする。みちの配信がなければ寝てた。やばい、みちが配信しとるけど。みんな私に責任を押し付けてくるやんけ。みちの配信が終わるまでは寝ないのが正月のルーティン。いやいやいや、そんなに配信してないでしょ、私も。え、何年くらいやっとったんじゃろ ?3、4年?道を見たから眠れられない。あー、それはね、自分で選んだ道だから。優しい。君のせいだ。君のせいで眠れないじゃなくて、君で熱くなっちゃって眠れないってことね。あなたは。うちの3時かけ。そんなこと言ったらもう終わるから。すぐ寝ますから、私も。うちの配信でブルーライター見てるから寝れない。そうや、寝る30分前くらいは携帯見ほうがいいって言うけん。今配信してる STM メンバーはボスと副ボス。ボスね、早く終わろう。ほんまに早く終わろう。変なテンション。そんなことないですよ、いつもこんなの。ダダダダムナさん、ああ、ありがとうございます。来ました、おめでとう。おめでとう。明日はまださ、夜だからさ、配信じゃない、公演が。いつも深夜テンションなのもおもろい。違う、いつもこれが通常テンション。一周回ってみてさん好きかも。ええー。
子いたの。福ちゃん3時に寝るの？え !3 時に終わろうって？じゃあ私2時59分に終わろう。やだー、途中で始めたけど。オーラスは。荷が重いっす。1分の差はなんだ。ラストかラストじゃないかですよ。ごめん。歌わない。はい。2時33分。皆さん、明けましておめでとう、今年もよろしくお願いしますって送りました。こういうのってさ、どのぐらい送ったらいいんだろうね。え？え？福ちゃんまだやっとるよね。友達にってこと？とかとか。みちにだけ。あら、みちにだけ。0時になった瞬間騒ぐの嫌いなタイプ。ジャンプは？0時になった瞬間ジャンプは？無理？来た人にしか送ってない。来たら返す感じ。そっかそっか。難しくないよね。難しいよね。普通にさ、ジャンプして、あ！ジャンプする人は嫌だ？窓開けて大声で諦めて叫んでる。やばい、怖い。外にいて、そんな人窓。え？何この声？あそこの窓じゃないみたいな見つけたらすっごい怖いかもしんない。私はさ、タワーしないと歌わないのかさん。タワー、ありがとうございます。くれたしたわ、ありがとう。タワーごめんなさい、タワーをくださったけど今日は歌いません、ごめんね。それは別にあなたを拒んでるわけではなく、
本当に明日のための温存というか、なら配信やめろって感じだけど、私は誰かに言われてこうしてるわけではなく、自分の意思で配信もしてるし、歌も歌ってないので、誰かが絶対こうしたからこうするみたいなものはそんなにないんですけれども、七並べで1位になったりしてくださったら、リクエストソング歌うっていうことはしたりしてるので、ぜひそこで、リクエストしてくださると嬉しいです。今日は歌わない、この配信ね。今日のこの配信では歌わない。歌わしないと歌わないのかさ。ありがとうございます。ごめん。歌を聴きたいと思ってくれてたならありがとう。イヤホンしてるからずっと思われてる。でもイヤホンしとる方がなんかボソボソ歌えるからさ、歌えない、歌わないんだ。ボソボソ喋れるから好き。じゃあいいです、行ったらやるよってならないか。どういうことどういうこと。歌うかなんか、なんかお正月っぽい歌あるかね。目が覚めたみたい。確かに。いや、カラオケはしないよ。なんか、もういくつ寝ると、あ、かぶった。やれよと言わないとできないかも。だからそうそうそう、もし歌ってほしい曲があるよってプッシュしてくださるのなら、七並べで1位になってほしい。ごめん、リクエスト楽曲とかやってる枠がそこしかないからさ、ごめんね。ちゅうこと、ちゅうこと。ちゅうことは、ちゅうことはどういうことですかっていうと、七並べ結構やらんと、一位になれなかったり、ありがたいことにするから、やれよってことかな。ごめんねそんなに言いたくないんですけど、どちらかというとやれよってことかも。ごめんなさいね。卒業したらトットカーム太郎歌ってくれるんですか。練習しとくわ。七並べで1位になってくださいその時もそれリクエストですから。さっきから僕なんか歌ってくれと言ってるじゃないか。ごめん、歌えなくて、完璧にその楽曲を私は知らなくて歌えないので、ぜひ、私の脳にそれがあったらよかったんですけど、完璧に、ごめんなさいね。覚
覚える余計ソングは七並べでやらせてもらってるので、七並べが出てきました。なんだかんだで3時に近づいてきたね。あ、そう、今日 TikTok の日だから、でも何も在庫がないので、どうしよう、どんな動画撮ろうかな。前も歌ってるくせにそういうの。え、遡ってみて、私一回も歌ったことない。絶対に。絶対歌ったことないよ。え、あるんかな。ごめん、あったらごめんなさい。でもないと思う。ないに5000円かける。ふくちゃん頑張って歌ってる。え、ふくちゃん歌ってるって、ふくちゃん見に行ったら。ごめんね。私の歌を求めてくれてるならすごい嬉しいしありがとうなんですけど。ある。じゃあ動画見せて、そこの。動画撮っちゃダメか、ショールームだ。じゃあ何月何日のどこどこの配信ですよって言ってください、今度。はい。にゃん。2024年皆さんはどんな目標を立てましたか？私はまだ何にしよう、とりあえず1月の中旬までは早寝てか、もうちょっと2月の中旬とかまで早寝か。おもろいけど怖い。ごめんなさい。私もちょっと怖いかも。あと、継続。なんでつきたい？え、なんかツアーとかあるので。ハイネの基準が何時なのか。え、12時半ぐらいですね。私は配信をもし12時までするとして、12時半までに寝れたらいいなって思ってる。思ってるよ、それ。え、じゃあさ、私配信さ10時ぐらい、本当はさ、10時ぐらいに寝たいんですよ。でも私の生活だと、そんな早く寝れないから、眠たくもないかも。結構ね、夜型です。今も眠たくない。さっき眠たかったけど、今はもう起きました。配信はほぼパジャマになる。え、でもそんな時期もありました。なんか、健康に気を使った時は、11時くらいから、パジャマで配信して、12時になって、すぐ寝てた。私は寝そう。あら、寝るか。寝る時間を少しずつ変えたら変わるかも。うん、確かに。見やすい時間に配信してくれるのは感謝しております。え、そう、私がいつもさ、あの24時前にさ配信してるからさ、皆さんは何時ぐらい、逆に、9時とか10時に配信しても、私の層、ショールームの層の方とは、なんか、ずれちゃうのかなって思って、って考えると、ずっと11時とか12時に配信しちゃうんですよ。新たな層を取り入れるっていうのも、
大事かもしれんけど。いつの配信が早ければ僕も早寝早起きできたのにな。でもありがとう。でもあきちゃんが夜中いつ LINE しても返信来るって言ってた。いやいやいや、こっちのセリフよ。でもさっき私さ、明けましておめでとうって言ったけど返信来てない。まだ21時とか22時は寝る準備。うん、12時までしかできんとき健康的な生活リズムだった。それだ。それなです。本音を言うと23時終わりが理想。そうなの。そうと捉えてるところ面白い。そうかと思ってた。あの療養してるんだと思う。確かに。おきちゃんしっかり寝てください。そうよ、その話聞いたよ。だから遅寝の方々なのかと思ってたけど、私のせいか。おきちゃん、みんな早く良くなるといいなって本当に思ってます。うん、ありがとう。じゃあ早く終わる。今夜勤中。確かに23時に終わるとその後のマイケルが見やすくなります。じゃあ23時に終わるか。マイク取っとこうかしら。ない。そうなんですよ、皆さんも体調不良気をつけましょう。23時に終わっても他のメンバーの配信0時まで見る人多そう。いやそうなんですよね、なんかそれが嫌でもう上限まで配信してた時代もあった。今はただやることをやるのが遅くなってたりして一日の終わりになっちゃってるけど、そう今はそういう感情じゃないけど、2019年とか20年とかそう、あの時は大変でしたね。遅い時間だと配信見れるので。あら、あれ、お仕事的にってことですか。そんな可愛い時もあったんですね。そうなんですよ。あの時は朝も叩き起こされてたからな、お互いに。いや別にさ別にそうじゃないんですけど、うん、あれは本当に朝見れる人と夜見れる人、朝しか見れない人もおるけん朝夜やっとったんよ。別にみんなを朝と夜起こそうってわけじゃなくて、朝しか見れない人は朝見てね、夜しか見れない人も夜見てね、でも見るっていう選択肢を皆さんに委ねますよっていうスタンスだったんですけど、でも本当にその朝配信をやめた時ぐらいからもうめちゃめちゃ
眠たくて本当になんか体がついていかなくなっちゃって、途中から2022年とかだったっけ、本当になんかお昼に支障をきたしてきてやめました。その夜は上限までしないとみんなが他の子を見に行っちゃうと、朝はね、お誕生日も毎日さ、あのお祝いしたいからさ、今もその気持ちはあるんですけど、そのお誕生日のためにも朝と夜やって、朝しか来ない人はその時にお誕生日をっていう、そのこの夜のギリギリの夜とさ、これ時計を表してるんですけど、で睡眠時間が少なくなるやん。まあ少ないくなるんよ、12時に終わってなんか寝る準備とかしてたらさ、2時とかになってさ、2時からさ7時半に配信始めてたから5時半睡眠とか、まあまあ少なくないんかな、少なくないんかもしれんけど、なんかその時の私にはもうすっごい本当に毎日体がだるいみたいな、そう寝てんだろうと思ってた、正直。そうだから今は朝配信を終わらせてしまいましたけど、そう私も年を重ねたのでそうなっちゃったね。一束縛系なんだ。そう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 、昔はね、今はもう素敵なメンバーがいるでしょ、まあ、その中で私を見てくれてる人ありがとうって感じかな今はね。だからあれだよそう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 でもね、キャプテンになったぐらいで思考が変わりましたね。その頑張らなきゃ私みたいな。みちが束縛そんなことありましたっけ。そりゃ言わないよ言えないよ。でも言えないから伝わんないよねやばい、なんか何の配信だって感じ。言った方が面白い。いや言えない言えない、うん、そんなこと言えないです。正直そういうの一番優しそうなイメージだった。いや私は言えない人なんですよ。あの平気そうにして一人で泣いていやそれ泣いてはないけどそう面白い。だからさ、なんかもうだってもうだってさ、私はね、アイドルがもう期限があるから言えるのかもしんないけど、言ったらアイドルっぽいね。泣いてない、本当に泣いてはないけど、だからさ配信もそうやけどさ、このショールームのイベントとかもさ、私がイベントに出続けないと、そのイベントで生まれる絆ってあるからさ、このイベントで推しが出なくてこの子応援したから、そのだってみんなさすごいさ、あの魅力的なメンバーばっかりだからさ、見てたら好きになるやんだからこれは私はイベントに出続けて
でもやりたいイベントもね、もちろんやりたいイベントっていうものもあったしっていう思いもあるけど、その心のこのつながり心のつながり、なんて言ったらいいね、そうイベントで生まれる絆を、自分の推しの人、自分を応援してくださってる人が誰かを、間違いでないことで誰かを応援してそこで生まれたら、こうね、離れていったり半分になったりとかいろいろあるじゃないですか。まあ、それで来てくださった方もいらっしゃると思うんですけど、まあそれもそれ、そこで生まれる絆っていうか出会いがあるからっていう理由もあったし、なんか出てさ、出てあのそのイベントにね出場して、なんて言ったらいいんだろう、メンバー的にはさ頑張るきっかけっていうか、見てもらうきっかけが増えるわけだし、私はそれに絶対に絶対私を応援しろよみたいなことは思ったことはなかったんですけど、それもちろん選ぶのは皆さんの方だし、そう、もし私のことを応援してくださってる方がこのイベントはこの子の方が向いてるからって言ってその子を応援したとしても、まあその人が選んでるんだから私は何もさ言うことはないけど、でも自分は出ますよ、いろんな思いがあるけど、まあこんなことは言ってなかったその時にね、そう出るよ、でも誰を応援するかは自由ですよって言って出たりしてたよね。そうそう、出るならガチ、まあねそれはそうだけど、なんて言ったの、絶対熱感じじゃなくて、自分は自分なりに頑張ってたんだよっていう思いがあった、いろんな考えがあったんだよって話。なんかそうなんですよ、それで応援しないんやみたいなこととかあったりしたから、自分がね、自分と仲良しのメンバーが出てるのにあなたも出るんだ、応援する側じゃなくてあの子の方が向いてるやろみたいなことがあったりしたけど、いろんな考えがあったんだよって、きっとみんなそういう考えとかもいろいろ考えてると思うし、メンバーまあ、それをさ組むことなんて難しいけどね、3時になりましたね。出ないメンバーも考えてるんだよと伝えたい。まあね、そうみんないろんな考えがあってのことですね。いや否定されたりするやん、そりゃ表に出てるし、そうだけど、それもでもそれをそういうもんだって言っちゃいけないかもしれないけどさ、寂しいなって思っちゃってっていう話でした。でも言いたくなる気持ちも分かるっちゃ分かるよ。こんばんは、
くちゃんがシミのトークしてやばいということで2024年は、私は3月31日に卒業のコンサートをさせていただきます。あと少しの時間ですが、わかんないショールームとかね、どうだろうかわかんないですけど、とりあえずはね、その時までよろしくお願いします。 ST48 の今浦美月をよろしくお願いします。それでは壇上を読みます。13位とじひろさん、12位ホタテサマーさん、11位ユウさん、10位デブニャンさん、9位ショウさん、8位テリーピーさん、7位ダダダダムナさん、6位ブルーさん、5位ヤタロウさん、4位ジャストミトさん、3位ユキさん、2位セリアさん、そして1位はドゥルルンジャリャン。10枚目シングル現地お話し会全通よろしく、中野役さんありがとうございます。お待ちしております。そしてラッキーナンバー22位はドゥルルンジャリャン、長谷川さん、 Thank you。 お年始初ラッキーボーイと2024ファースト男女お方でした、お方々でした、ありがとうございました。それでは明日 STU48 は元旦ライブがございます。昼夜と研究生、1期生ドラさん2期、そうね、体調崩しちゃう、崩してるメンバーもがいたりして、全員出演ではないんですけど、元気なメンバーで全員出演させていただきます。みんなこの休演になったメンバーの思いも板に乗せつつ、新年を皆さんと迎えたいと思いますので、はい、ぜひ配信そして舞台上で、劇場じゃなくてなんて言うんですか、現地でお待ちしております。それではあげましておめでとうございました。おやすみなさい、いい夢を見てください。今年もよろしく、ことよろです。ありがとうございました。バイバーイ。